はい、こちらから後半ですね。これもうまいってね、言えますけどね。足痛いのはやっぱ大変ですよね。じわじわとね、ひな祭りの朝からじわじわと、ね、贅沢な、贅沢、どの方も、ね、肉やめた方がいいんじゃないの、よくね、それはまあ話ありますけど、相手商売だね、だけどね、もう売りますよ、お金あればそれでいいんでね。これですよ、やっぱり。何も捨てるものなら最初から買いません。無駄ですから、それですね。あ、それ尺ですね。いつもよりね、風水の量は少なくて、確かに私も思ったんですけどね。確かに量は。結構食べたらなんか、あ、確かにもうお腹いっぱい。まあコーラも飲みましたけどね。体調によるんでね、こればかりね、食べる量はね。ね、なるほどね。松坂牛ね、勉強するとね、あ、レストランでもね、松阪牛ありますかに答えてしまいますよ。あー、座ってるような立つのも大変なんでね、今日はね。あとで大学を作りますけどね。まあ今日お楽しみあるんですね。アイスクリームいつまでも置いてるとね、やはりせっかくのね、味わいがカップアイスじゃないですからね。食べた方がいいんだね。賞味期限はアイスクリームなかなかないというね。やっぱり結構ね、ありますね、少ないと思っていますからね。普通に食べれないで、タレつけちゃうと。あ、普通に食べます。あ、肉汁はね、ないというのがいいです。一番安いものですよ。
神戸牛のね。うんね、もう女性の相撲混じっていたらね、混じって中にないけど、女性の定義の中にね、女性の牛と未計算処女牛とね、計算牛は神戸牛は多分どうでしょうか。他の銘柄の計算牛もありますけどね、まあ子供産んだ牛ね。まあそれならね、もう味がまずければね買いませんけども、まあ、これだけいいんでね。マスザカウスと神戸ビーフね食べても違和感ありませんから。まあそれはね、マスザカウスに劣りますけどね。まあ中にはね、おっしゃる方、部位によっては松坂牛をね、上回ることもありますし、まあそれはもうその時のものによりますね。暖房つけてはもう20度なんですけどね、まあ、外が暖かいんですよ。かね、もうこのうちね、春がね気温が上がらないんで、太陽ね、ひでり日差しあっても海からのね風と調和してね、温度上がりませんからね。もう4月なんか一番厄介ですよ、私のところ。予算が名古屋とかだったらね、昼はまあ暖かいですからね、暑いぐらいね。あ、それはもう海とね、うん、まあその代わり夜はね冷えますけどね、名古屋の場合ね。4月は神戸はね、夜もなかなか温度低下します。昼もね、逆に上がりませんからね。まあ、奈良の場合だとね、昼は温度上がって夜は急降下ですからね。そこの点、やっぱり違いますね、その点の。冬は暖かいでしょ。休眠打破もなかなか進みませんからね。結局桜の開花もね、神戸なんかもう予想より遅いです。本来西南から順番に咲くのが正当なはずなんですけどね。よく聞く鹿児島が東京より開花が遅いというのは、やはり休眠打破がね、やはり鹿児島って結構温暖なところですよ。宮崎県とかもね、そこの点でやっぱり違ってきますよ。結構迫力がありますね。うん、まあぼったくりね、まあ一応コーラ一応ね、まあ買えるところなんでね、まあ言えばね、こういうの食っているとね、うん、あの欲張りのおむす欲張りおにぎりね、まあ、まずく感じますまあ当然ね、ただもうポテトもいいやーになってきますからね。今日はポテトね、いいじゃんになってきますからね。
結構量がありますよ。5000円以上買えばね、確かに量ありますよね。それはね。あ、100g、例えば、300円の肉でね、1キロ買うと相当ありますよね。もう加熱すればね、タレに漬け込んで、本来あまりね、あれですけどね、タレに漬け込んでね、唐辛子をかけてと、まあ食べれますけどね、私の場合だとね。ね、すき焼きもまあいいですけど、なんだかすき焼きね、外平よく聞くのはね、硬いところの肉を薄く切ると柔らかくあまりね、そうなるとね、松阪牛でもない限りね、硬い時は硬いんでね、スーパーで高い金払ってもね、薄切り硬いとき硬いですよ。これスーパーでね、安いグラムあたりでも切り落とし、これ結構うまいです。これにはおばおけっすわ。確かにね、どの方も売れていればね、もう品物が底つきますからね、用意していますの蓋がありました。まあ肉にね、マグロの私にかかると、周りの方、返答に大変なんで、嘘はつけないですよ。嘘つくと私、今もう次の時、次の次回は行きませんから、もうそのね、嘘つかれると。黒毛和牛はね、もうそれは定義はね、黒毛和牛ですけどね、豆腐はね、高雑でしょ。買ったことあります、まずかったですよ、肉汁がひどくてね。ダイエーでも買ったことありますけど、ダイエーの肉もね、まずかったです、買いましたけど。あるんでね、書いてあって買ったことあるんですけどね、なんか硬くてね、油ギトギトでね、姫牛なんかね、まあ、メスかどうかそこまで定義がわからないんでね、薩摩姫牛ね、まあ、見てみないとわからない、それはね、私はまだ そんな興味のない牛ね、調べてないんで。まあ今は簡単に調べられますからね、何でも。調子は言いますな。まあ精肉店なんか分かりませんかね、英語のね、BMS12、11、10、9、8、どれでしょうか。ただきついですよ、言えば。いや、でも、いや、5なんです、5なんです。5は分かっていますよ、と。私なんか意味分かりませんかと、私はすぐ出ますよ。見せてね。で、まあそこの、まあ、職人さんのね、2番手ね、上から、ナンバー2ね、まあ、呼んでいただいて、
まあそれ結局仕入れ先でね、問い合わせると分からないと、まあやっぱりそうです、ここのね、まあこれこういう英語、こちらの英語として書いていませんからね。これ A4 なら A4 ってね、書くんでね。特産ね、特産のシール貼ってあるの買ってみたいですよね。なかなかね、もう回ってきませんから、松阪牛の特産は。あの三重県のね、津まで行けば、あの朝日屋という松阪牛のね、まあ、プレーンよく全国ニュースでもよく有名に、ね、なっていますよ。あの津の最も繁華街にありますけどね、私あの繁華街行ったことないんだね、津のね、三重県の四日市ありますけどね、丸の内大門ね。まああるようなんですけどね、持って帰るのがね、まあそれこそどこかあの調理可能なところね、お泊まり先で調理可能なところお泊まりしてね、焼くのが一番いいですよね。普通のホテルはね、調理なんか不可能ですから。見た目でね、選んでね、やっぱりその場で調理を行うのもいい方法ね。レストランももちろんいいですけどね、回転焼きもね、まあいいですけどね。ね、あの一升瓶ね、私はあのイオンののりたけね、要するに名古屋のね回転焼肉ね、食いましたけどね、それは松阪牛は松阪牛で色分けしていますから、すぐに分かるんで、黒毛揚げ黒毛揚げのね、これ高いですけどね、松阪牛はそれでも味がいいです。内容はね、まあ、チェーン店を選ばれて、まあ、名前はちょっとね出せませんけどね、まあだけどね、まあ垂水の近くにね焼肉なんとかゲートねあるんですよ。まあ有名でね、うまいと言っていますけどね、私がそれうまくないでしょう、多分名前はあえて出しません。何か私に被害あったわけじゃないんでね、嫌なら行かなければいいんで、何言われるかわからないんで、一度でも行ってね、まずくはまずい、まずいと言ってね、まずくはね、言いますけどね、一回も行ったことないんだよ。人のそれはね、神戸人からすればね、なんとかゲートね、うまいでしょう。それは。はいね、恵比寿でもそうですよ。うまいってどなたでも言っていますけど、私はもう一度行ってもね、ご覧の通りね。っていないものをね、伝票にね、つけられまして、危うくがね、ぼったくらすようになりましたからね、あんなとこ行きたくありません。それで行くのもバカだす、行きたくありません。 99.99% 行きたくありませんね。 0.01% ね、人がね、ご馳走するなんて話は間違ってくるか分かりますよ。だけど私はあまりお勧めしませんよね。そのようなことあればね、やっぱり私は嫌なんでね、再び行くとね、そんな同じことを起こされる可能性十分考えられるんでね、私本部には文句言いましたけどね、なんか私が悪者されましたから、そんなとこね行きたくありませんよ。
ね、お金ね、やっぱりいただいて商売やってるんだったらね、余計なことされるとやっぱり困るんでね、食っていないものね、チェックされると困るんでね。中に持っていったね、皿数で分かったようですよ。伝票つけたのね、女がわざとね、4皿余分につけたんですよ。意地悪でしょ、それ。デパンテタルムの1階の恵比寿です。当然ね、言いたくなりますよ。私以外会う寸前でしたからね。それは実際お店に行って、そのようなことあれば言いますよ。まあ、お風呂でもね、何度言ってもね、まあ、餃子、人の注文間違えて餃子ね、持ってきたりね、冷めた餃子持ってきたりね、少し辛口お願いすれば、ね、極端に、ね、激辛にされたりね、もうそんなことをされると、やっぱりね、よその王将行ってもね、あそこはあまり行く気しないんでね、よほど何回つかない限りね、まあ、本部に文句言えばいいんですけどね、まあ、私聞けば、まあ嫌なんでしょう。ね、言われたことはね、周りのお客さんがね、私なんか気持ち悪いと言ってね。そんなことね、じゃあいけないんですよ。差別に当たりますよ。まあ、それがね、悪臭漂ってるね、人間だよね、余計そんなにいけないじゃないですか、いくらお金持っててもね。そんな物事はやっぱり迷惑ですね。やっぱりね、どこ行っても清潔にね、まあ、私はぼったくり行くときはね、わざわざね、不潔にしていきますけどね。汚されます、いいものっていくと。あれね、家の近くのね、コープに試合に行くときはね、洗濯機の中に入れてるね、実際ね、もう何日も来たね、まあ何日もと言ってもいいとか、そんなにね、着替える時も着替えないのありますからね、洗濯しようと思っているものをね、わざとね、洗濯機からね、取り出して、ね、着ていきます。今まではきれいにしていきました。化粧もしてね、香水もついて、水をかけられたりね、漁船をされるとね、やっぱり私迷惑なんだよ、そのことされるとね。それ以後もう懲りて、わざとね、汚くしていきます。それもそんなにね、人の悪臭たらえるほどね、そこまでなっていません。もっとひどいのいますよ。もっとひどいのいますよ。まあ話はしていますけどね、足痛い足とね、腰が痛いんでね、接骨を行ってないんですけどね、どうせバイバイなんだよ。ねえ、ですがね、まあ足不自由であればね、デパートのエレベーターの優先エレベーターってあるんですよ。あ、見せるとね、そちらに優先していただけるんでね、ヘルプマークね。中にね、エレベーターがあるのかね、まあ、いや、まあ操作係と、ね、いいんでしょうか。まあ普通の、お店の方ですけどね。まあ、不自由でもない方はね、乗せていませんからね。ベビーガードね、運送もね。まあ、それで待った方がね、はい、落ち着いて、エレベーターね、特に日曜日なんか混雑しているんで、まあそこは、ね、優先度を活用すればいいんじゃないでしょうか。何もね、電車の椅子にね、何も優先席、相手もいないのにね、
出され出されてどうぞと言われたら私なんか嫌です。からね、いやもうあなた様も遠くの駅からご乗車になられていますでしょって、あなた様もお客様なんだと私は言いました。座っててください、相手からね座りますからと言って、だそういう性格なんでね、そういうこと嫌なんでね、私も逆に譲りませんから昔からね。まあそれ実はお客様なんで、どなたもねお金払ってもう混雑してね立っていくの嫌ならもうその時間帯避けるしかないんでしょ。そんなこと言ってるとね、東京のラッシュのあの満の内線なんかとてもじゃなくて乗車できませんよ。例えばね、丸の内線の池袋からね、朝の平日の朝のラッシュの時間帯ね、もう何台も見送ってね、列を作ってね、そこでね、もう中まで入りきれないものをね、座席開けてね、もらえると思ってもね、あれはもう絶対待ち返す。甘い考えなんか絶対通用いたしません。もうそれが嫌ならね、時間帯避けるか、人よりね、先頭で待ってるか、どちらかです。私、太鼓さんとで車で使っておいても、なるべくラッシュは避けました。普通に乗車してもいいんですけどね。はい、車で連れてる人ね。まあ、危険伴ったら嫌なんでね、まあ、偶然ね、まあ、危険伴うことありますよ。なんかあの銀座線のね外苑前から乗車した時ね、乗車もう乗車していたんです、銀座からね渋谷まで乗車する、銀座日本橋だったとこだったし、まあ、銀座線乗車した時ね、あその時ね何か変な連中たくさんね乗車していってね、関西言葉のね。で、駅にね、来ればね、あ、渋谷で訪ねたんですよ。まあ、その頃まだ、あ、もう、東京メトロだったですね。名段からもメトロになってます。今日これ、かなり混雑していましたけど、神宮球場ですかって。ひょっとしてね。阪神タイガースとね、ヤクルトスワローズの試合でしょって。あ、道理だと思いました、私は。柄の悪いね。常識の知らないね。まあ、タイガースは守るの必死でした、その時なんか。まあ、どこからね、やっぱり来られるのはいいですけどね。やはり、ルールはね、あるんでね。そこはやっぱりね、ところ変われば人も変わるですよね。だからね、もう本当ラッシュはなんか甘い考えしているとね、もう大変なことになります。年とか関係ありません。そんなこと言う方が無茶です。ね。座りたければね、早くからね、整列して。待たないとね、乗車不可能です。どなたも朝の大体ピークは1時間から1時間30分でしょ、まあ、それを前後ね、早く行くか、少し遅く行くか、どちらかに行わないとね。まあ、何でもね、私もいろんなこと体験を行ってるんでね、こんなこと言えますよ。それだけね、厳しい思いをね、行っております。もう一旦ね、やはり関西圏ね、近畿圏外れますと厳しいんですよ、東の都市行くと。まあそれが普通なんですけどね。言えばね、私、よその殻の釜の飯を食っていますからね。よその釜のね、飯を食っていないね、神戸屋の強い人間と私ね、全然ね、
相性合いません。無理です。何でも神戸がね、一番と思ってね。まあ何話もね、いや神戸ではね、行きたくないから、神戸が一番いいから、ね、話合いません。甘いからですよ、何がつけ、周りは。よそ行けばね、まあ厳しいですから。甘くありませんから。そこの点が違います。なんでも私ね、もう何度でもこれ言います。物語になりました。話して。まあ後半ちょっとね、30分。もう30分ですから話して。暖房をね、なんか温度上げないと。まあね、よその釜のね、飯を食うことね、まあ悪いと思っても悪くありませんね。まあとりあえずもうその人のそれぞれなんでね、まあ、いろんなねよその釜の飯をね食うということね、まあいろんな内容にはまあ、ね、ありますけどね。例えばね、親子で会社されててね、まあその息子さん、娘さんが嫁ぐときにね、親元じゃなかなか勉強できないから、ね、予想の買うのを飯を食ってこいということよくね、昔から言葉ありますもんね。まあ、それいろんなね、まあ意味がね、私でもね、言えば、ね、札幌、仙台、横浜、名古屋、まずね、せいぜい20の中からね、神戸含めて、まあ今年でしょ。で、静岡、浜松、ね、岐阜、三重、奈良、京都、東京、千葉。まあ千葉あまりね、1回ずつ少ないですけどね。群馬もね、前橋もね、来ました。まあ、長時間はね、もう、滞在しませんでしたけどね。まあ、やっぱね、東京はやはり日本のね、中心なんでね、まあ、厳しいのは当然なんでね。で、それにね、ルールにね、もう、そのように、もう、人の流れにね、そういえば、なんだ、もう、私はそれは難しいと思わないんでね。まあ東京ルールというものね、あってね。まあそれでも東京の中でもいろんなところありますからね、23区でもね。砕けたとこもありますし、いろんなところありますから、それは。大阪よりも砕けたところありますよ、東京の中でもね。私も、居住してね、分かったことですから。東京にいろんなところから来られてる方非常に多いんでね。ここがやっぱりね、他のところとね、あ、例えば札幌でもね、まあ北海道の道内各地いろんなところからね、札幌に来られていますからね。まあそれは私の場合一口でね、やっぱり北海道の方というこのようにね、まあやはりなんだか、やっぱり北海道の中でも、私が話しても、いや、ここを品川に初めて
聞いたねっていうことがね、よくありまして、私がね、このところなんですけどね、やっぱり道内の方もやっぱり北海道広いんでね、なかなか行ったこともないし、わからないということも、それはあります。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。だけどね、札幌の方なんかお強いです。それは仙台の方でもね、横浜の方でも名古屋の方でもそう言えることです。神戸のに甘くありません。人間しっかりしてらっしゃいます。私甘いこと嫌いなんでね。甘いものは好きですけど、食べるのね。ね、何も人間厳しいと言ってもね、例えば電車とか公共のところでね、その流れに巻き込まれればね、もう自然とそのルールというのが出来上がりますからね、分かってきますから、理解もできますから。神戸ルールね、垂水ルールとかあんなルールね、全国が通用しませんよ。バスの乗車のルールなんか、まあ、一部川崎通りを見てありますけどね、あれだけの椅子たくさんありません、あっても。せいぜい3、4人座れる程度の、ね、椅子があって、まあ座る方は座って、座らないは座らないで、それね、あえて何があってもね、座るとそんなこと行っていませんから、ね、もう座らずね、待ちたい方はね、待っていますし、もうそれはもうね、自由なんでね、椅子を置いていてもね、例えば川崎の場合になるとね、自由なんでね。まあそれね、神戸ではね、椅子に座った人間がね、先頭というね、なんか変なルールでしょ。それに従いなんですかね。頭にいきますよ。ね、23号系統のね、つづじが動きね、もう毎回毎回ね、椅子取り合戦ね、負けがあります、私の。それにね、甘い汁ね、吸える人間はね、女でね、まあ、年の頃の私より少し上か下か分かりませんけどね、松葉勢持っていましてね、歩けるんですよ。最後に乗車してね、いつもね、座りますって言うと、私、撮影はできませんよ、その方。やっぱ個人の情報あるんでね。考えてないですね。私は最後に今乗車します。空いていればね、その空いていないも何もね、開けてくださいとは言いません。それこそね、私のプライドに関わります。着席を行いたいければね、先頭に並ぶのね、なかなかだけどね、先頭のところにね、並べないんでね、やり方はね、納得がいきませんよ。まあね、先発、自発、自発、自発とね、都合3列あってもいいんです、普通はね。3本目のね、発車のバスまで待つというね、3位のバスね、そんなことね、知識ありませんから、全然ね。バスに乗るのにね、もう一苦労でございます、もう。まあね、私、バスの料金ね、必要ありませんからね。まあ、乗車します。まあ、バスが最寄りの停車ならね、もう私も頭、変になりますよ、あの状態だと。バスなんかね、乗らなくても、まあ、駅なんでね。なんかもういろいろ話して、もう食いましたけどもね。後半ちょっとね、いろいろまあ長くなりました。まあまだね、続きますよ。アイスクリーム。710円のアイスクリーム。全部ストロベリー、全部クリーム。オールストロベリーと言いましたからね。ダブルね。
ダブルにポップスープ、スクープをね、プラス。もう今ならね、まあ、券が、いただけて。まあ、使わないとね。何かダブル買って、もう一個ダブルからね。まあ、得じゃないですよ。トリプルね。まあ、食べたいときね。食べればいいんだよね。腰のところ痛いんだね。なんですけどね。なんか毒舌とね、いろんなことにもしますけども、まあ肉、お腹いっぱいになりました。これ明日の私のおかずですね。まあ冷蔵庫入れてもいいですし、まあ、入れると逆にも硬くなるんでね、袋をかけてこれ。はいはい、夕食終了ですね。と時間を置いてアイスクリームのとなんだかね、私のトーク行いたいんでね。2つ並ばしようか。そう、ね、前半と後半ね、ご覧くださりありがとうございます。こんな感じですね。これは中辛です。大辛もあるんですよ。出発進行しました。電車ね、音で分かります。アイスクリームの画像ね、お楽しみください。肉はこちらまででございます。ありがとうございました。